終身犯は、1962年制作のアメリカ合衆国の映画、ジョン・フランケンハイマー監督、バート・ランカスター主演。終身刑を宣告された囚人でありながら、獄中で鳥類の研究を続け、鳥類学の権威となったロバート・フランクリン・ストラウドの実話の映画化、第35回アカデミー賞4部門にノミネートされた。また、バート・ランカスターが、 ベネツィア国際映画祭男優賞と英国アカデミー賞主演男優賞を受賞した。20世紀初頭、ロバート・フランクリン・ストラードは恋人に乱暴した。男を殺した罪で、懲役12年の刑に処せられ、服役していたが、面会に来た母、エリザベスを侮辱した監視を殺してしまい、死刑を宣告されてしまう。しかし、エリザベスが、ウィルソン大統領夫人に勘案運動を行った。 結果、終身刑に減刑される。ある日、ロバートは一羽の小鳥を保護する。その世話をするうちに鳥への興味が湧いてきた。彼は鳥の研究を始め、ついにはその権威にまで登り詰める。さらに、彼の論文を読んで興味を抱いた未亡人ステラと、極中結婚までする。しかし、前の監視長だった、シューメーカーの差し金で、刑務所の管理方針が変わり、 小鳥の飼育が禁止されそうになると、ロバートは世間に問題を提起して、刑務所側と対抗した。結局、ロバートがアルカトラーズ刑務所へ移送されることで決着したものの、そこの所長はそのシューメーカーであった。鳥の飼育を禁止されたロバートは、今度は法律の勉強を始める。ある日、刑務所内で、待遇の悪さに起こった囚人たちが暴動を起こす。 終始冷静な態度を貫き、事態の収拾に努めたロバートはその態度を高く評価され、ミズーリ州の刑務所へ移送された。平穏な獄中生活に戻ったロバートは、心置きなく、以前のように蝶類の研究に没頭するのであった。ありがとうございます。